ファイティングクライマックスイグニッション。観光点数3000タイトルを突破した電撃文庫、その大人気キャラクターたちが 2D 格闘ゲームで夢の共演。問答無用、覚悟しなさい。好戦的だなお前。シンプルかつ簡単、爽快バトルアクション。ボタンを連打するだけでもド派手な技が決まっちゃう。なのに奥深い、きめ細かく多彩な攻撃バリエーションが君の格闘マインドをイグニッション。キャラクターごとに見せるアクションが違うから、全てのキャラを遊び尽くしてね。さあキャラの紹介だ。面白い相手になろう。エロゲを見るたび思い出せ。立ちふさがれて言うなら打ち破るまで。今こそ吠えろ、せっかろう。このゲームは遊びじゃない。そうだろ。神速のソードスキル、マザーズラザリオ。ぶち殺す、死ななくても殺す。この私に挑もうっての。ムカつく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 んじゃー。里見レンタロー、お相手捕まつろう。お兄様、見ていてください。よろしくお願いします。さらに新規参戦キャラクターが続々登場。働く魔王様からエミリア。権限せよ我が力、魔を滅ぼさんがため。ヘビーオブジェクトからクエンサー。ド派手に決めて今回もヒーローになってやろうぜ。とある魔術のインデックスから白井クロコ。ジャッジメントですの。あなたを拘束しますの。魔法科高校の劣等生から、お待たせしました島達也。お手柔らかに頼む、俺は劣等生だからな。もちろん30名以上のサポートキャラクターが登場。それはバトル中に呼び出せる頼もしいパートナー。大丈夫かミユキ。お兄様、作品を超えた異色タッグもできて面白い。新しいキャラクターが追加されてますますイグニッション。地脈接続いきます。イリア・カナです。承認せよ、我はゼロなり。私一人で出るんですか。ここからさらにイグニッション。ブラストキャラクターついに実装。ブラストキャラクターはメインキャラクターの能力を強化してくれるチームメイトだ。新機能イグニッションシステム。ラウンド終了時にキャラクターの能力を再点火。この3人の中から1人を選んでイグニッション。ラウンドごとのバトルの駆け引きがさらに広がる。逃がさないよ。ここ大事、外しちゃならないネットワーク対戦機能やクロスセーブ機能でお家でもお外でもイグニッション。君のキャラクター愛をたぎらせるカスタマイズ機能やスペシャルコンテンツももちろん搭載。そこのあなた。ああ、つまり仮想世界で小作りを。その手があって、新たなドリームデュエルが超楽しみ。このオールスターで語られる奇跡の物語から目が離せない。そして主題歌をリサが担当。上がる楽曲でバトルのテンションもイグニッション。セガより愛を込めて、全ての電撃文庫ファンに再び注ぐ。これは永遠に終わらないクライマックス。電撃文庫ファイティングクライマックスイグニッション、12月17日発売。初回封入特典はオリジナルカスタムテーマもらってクライマックス。ついにこの日が来ましたわね、お姉様。あんた何する気よ。